はい、皆さんこんにちは、アグレッシブです。今日は7月5日土曜日、ただいまの時刻、ちくしょう、動く傘があるからね、邪魔。見えない、12時38分です。はい、鎌倉由比ヶ浜の東側にある材木座、海水浴場で前やってまいりました。はい、ここがですね、材木座監視所ですね。レスキュー隊が待機している、場所です。沖の方にですね、ブイが、3つほどありますけども、オープンウォータースイミングっていうかやってるんでしょうかね。はい、なんかそんな感じがします。はい、ここが喫煙所ですね。もう終わったんでしょうかね、多分ね、もう12時回ってるんで。はい、材木座のですね、海の家を、見ていきたいと思います。タイマーがずっとまだ動いてますね。これからなんでしょうかね。沖の方に、部位が3つありますけども、その部位が、ここにありますね。ターンするための部位なんでしょうかね。はい、大会受付ってなんかやってますね。これから泳ぐんでしょうかね。ウォータースイム、鎌倉って書いてあります。ここが、受付ですね。これから受付するんで、天気がちょっといまいちなんで。はい、海水浴場では地震が発生した際に津波が起きることが予想されます。気象庁から津波注意報や津波警報、大津波警報が発令された場合には、監視所からの放送により皆様に情報をお伝えすることとしています。津波に関する情報が放送された時には、落ち着いて冷静に行動するようにお願いします。ウォータースイミング終わったんでしょうかね。鎌倉市の津波ハザードマップは監視所に提示してあります。あらかじめ津波警報等発令、もう12時回ってるんで、もう終わったんでしょうかね。絶景もタイマーも動いてたんで、多分もう終わってたんでしょうね。鎌倉より会費の皆様にお願いを申し上げます。エントリーした人が、鎌倉市では誰もが安心して利用できる海水浴場を目指し、鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例を制定し、人がそこそこ、ね、マナーに反する迷惑行為の防止に努めております。安心で快適な海水浴場となりますよう、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。ただいまの時刻は12時41分です。こちらは材木座監視所でした。なるほど。はい、今日はウォータースイミングも終わったようですね。はい、続々と上がってきております。まあ、今日波がそんなに荒くないんで泳ぎやすいんじゃないかなという、気がいたします。はい、ビーチハウス一品かっていう、はい、ビーチハウスですね。はい、ここを一度、利用したいかなと思います。ロッカールームもあるし、あと横はバーベキューですね。バーベキューがありますね。おお、バーベキューバンバンやっておりますね。ウォータースイミングが、あの人たち、レスキュー隊ですね。レスキュー隊だと思います。はい、バーベキューのですね、いい匂いがしますね。いいですね。
はい、もう一つ隣は乙姫ってなってますね。ビーチハウス、ここで一番、全木座で一番最後になるかと思います。乙姫現場っていう感じですね。でもなんか結構人結構入ってますね。天気が悪い割には。はい、海の家はこんな感じですね。ウォータースイミングやったんで結構人がそこそこ見えます。なんかこっちの方が人がいっぱい、いますね。ここが一番、東にある、ビーチハウスですね。はい、左の方には逗子マリーナが見えます。はい、材木座はこんな感じです。はい、皆さんウォータースイミングということで、この後、800があるみたいですね。はい、海の家のスタッフもですね結構、いろいろ準備万端なような気がします。はい、夏はですねここの海の家を利用させてもらおうかなと思います。雨がポタポタと。はい、雨が、みんなウォーミングアップしてますね。3キロと、1.5 キロと800だそうですけども、3キロ 1.5 キロはもう終わったようですね。あと残ってるのは800、があるようです。1時15分からスタートするみたいなこと言ってましたね。ちょっと今日天気が悪いんでね、寒いんじゃないかなという気がします。はい、大会記録が発表されているようですので皆さん気になるようです。はい、ブラジルですね、大会記録。